Correction of my mistake. In the following video, I Hiroshiyashi explained about the numbers in the Battle of Kashina by Michelangelo Branuti, saying that these numbers depict Christ Resurrection Bible, which is, however, wrong. These numbers depict Christ Biblical Cain in Jewish Gematria. 後日、ミケランジェロのカッシナの戦いの中に隠されている文字775027についてキリスト復活聖書と説明していますがユダヤ・ゲマトリアによれば正しくはキリスト聖書のインです。あらかじめ訂正しておきます。 Two paintings were commissioned from Leonardo da Vinci and Michelangelo Branotti by Piero Soderini, a statement of the Republic of Florence. They are intended to be frescoes painted on the walls of the Salon dei Cinquecento in Palazzo Vecchio. Both are to be decorated by Leonardo and Michelangelo, who are commissioned to depict. The Battle of angari by Leonardo and the Battle of Casina by Michelangelo. This fact indicate that when Michelangelo was commissioned, Leonardo was still alive, which is a very important fact for today's story. Florence says Piero Leonardo da ミケランジェロ・ブラノティの二人に二枚の壁画を描くように依頼しました。それら二枚の絵はパラゾ・ベッキオにあるチンクエッセント宮殿の壁画として飾られる予定でした。ダヴィンチはアンギャリの戦い、またミケランジェロはカッシナの戦いを描くように依頼され、これら二人の画家はそれぞれ正確な スケッチを書き残しました。が、ここで重要なことは、二人の画家がピエロ・ソデリニに絵の依頼を受けたときには、当然のことながら、まだ二人の画家は生きていたということです。特に、ミケランジェロがカッシナの戦いのスケッチ画を描いたときには、ダヴィンチはまだ生きていたということです。ここが重要です。 ミケランジェロはそのカッシナの戦いの絵の中に775027という数字を隠し文字の形で書き込みました。キリスト教会用語で77はイエス、50は復活、そして27は聖書を意味します。つまり聖書によりイエスは復活したと。で、ここが重要です。その 775027の数字の中から、ダヴィンチは572という数字を抜き出し、それを自分の死亡日とあらかじめしました。ダヴィンチは67歳の5月2日に亡くなったということになっています。が、その死亡日は775027、つまり、 聖書によりイエスは復活したという数字の中から取った3つの数字によってあらかじめ捏造された死亡日だったのです。つまりダヴィンチは67歳の5月2日に死んだことにしてこの世を去ったということになります。さらに言えばこの死亡日はダヴィンチ自身によってあらかじめ 捏造されたものであり、従ってダヴィンチはその日には死んでいないということになります。もっとわかりやすく言えば、ダヴィンチはまだ生きている間に自分の死亡日を775027に合わせてあらかじめ用意していたということになります。さらに言えば、ミケランジェロはダヴィンチの正体を知っていました。つまりダヴィンチは 1500年後のイエス自身であったわけです。775027つまり聖書によりイエスは復活したというのはそういう意味です。だからカッシナの戦いの中でミケランジェロは王冠をかぶったイエスを表現しました。つまり王の中の王という意味です。 カッシナの戦いの中の向かって右端で足の皮をベロッと剥いでいるのがダヴィンチ、つまり1500年後のイエスということになります。一方ダヴィンチはアンギャリーの戦いの中でやはり隠し絵という手法を用いて頭から血を流しているイエスを表現しました。イエスは死んだ。 と言わんばかりののの絵です。す。その手の甲には性がついていてます注意深くご覧ください。つまりこうして私は死ぬあるいは死んだと。がこれら二枚の絵画が陳建セと宮殿の壁の両側を飾っていたとしたらどうなっていたことでしょうか が、当時の二人の関係を知れば、そういうことはあり得ませんでした。そのあり得ないことが、そのチンクエセント宮殿で起きようとしていたのです。ダヴィンチの正体を知ったミケランジェロ。自分の正体を見抜かれたダヴィンチ。1500年後のイエスであるという正体をミケランジェロによって見抜かれたダヴィンチ。それゆえにダ、ダヴィンチは、この世を去ったことにしようとした。 で、あえて、775027の中から3つの数字を選び自分の死亡日とした。67歳の5月2日です。繰り返しますが、だからこの死亡日はダヴィンチ自身によってあらかじめ、あらかじめ捏造された死亡日ということになるのです。つまりダヴィンチはその日には死んでいない。 そしてダヴィンチが1500年後のイエスであったことを考え合わせるなら、そのイエスは現在の今もこの世界のどこかで生きているということになります。私、林博史はそのように判断しました。広志林ハーママーシティジャパン。 それでは画面を見ながらもう一度説明します。これが、えー、ピエロ・ソデ・リニです。英語の方では、えー、ステイトマンとなっていました。すなわち、大物政治家という意味ですね。そのソデ・リニがですね、二人の画家、すなわち、えー、ダヴィンチとメケランジロに壁画を描くように依頼した。 ということなんですね。これがその宮殿です。中央にあるのは宮殿です。この宮殿、まあどこかわかりませんけどもね、どこかの壁画を描くように依頼したわけですで、ダヴィンチと、まあ、ミケランジェロがそれに応じたということになります。で、ダヴィンチの方はですね、えー、アンギャリの戦い、そして、えー、ミケランジェロの方はカシナの戦いの絵を描くように依頼されたと。で、左下がこれがあのアンギャリの戦いです。そして右が、えー これが、あの、カッの戦いです。まあ、ですからダ、ダヴィンチも、ミケランジェロも、正確な、なんて言いますか、スケッチ画を、まあ、最初に描いたということになります。で、これが、その、宮殿ですね。で、まあ、この、どこかの壁画として、描かれた、まあ、描かれていた人たら,らですね、このようになっていたというふうに、まあ、ちょっと私が絵を貼り付けてみました。まあ、左に、まあダ、ダヴィンチ、右の方に、ミケランジェロの絵という、まあ、壁画ということになります。 まあ実際にはこんなことはありえなかったと思いますね。まあその理由はまあ、お祝い,い話していきたいと思いますけども、ともかくもこのようにして、まあ引き顔、引け顔、まあもし書かれていたとしたらね。で、しかしここで重要なことは先ほど言いましたように、その右の、その、ミケランジェロのその歌詞の戦いの絵が、まあ、引き ま、の、いわゆるスケッチができたときにはですね、まだダヴィンチは生きていた、生きていたと、生きていたということは重要なんです。というのはその右のですね、あの、カシナの戦いの壁画の中には、まあ、隠し文字の形で数字が隠されていました。バイ、林宏士です。えー、で、よく見ますとね、これ7。 最初の私、7という数字に気がついたんですね。そ、れから、あとまあ簡単。もう一つは、あの、上に棒を持った人がいますでしょその棒あの、笛のような棒を持った人がいますね。その棒を先を伸ばしてみたら、その、それぞれの数字に行き当たったということです。まあ、そこからの発見しました。まあ、裏話ということになるわけですけどもね。それで、7502という数字が浮かんできたと。そして、一番右端にいるのはこれ、ダビンチだということは、その前に分かってましたからね。 顔の顔が一致しましたので、ダヴィンチだということは分かってましたので、まあこれはダヴィンチであるとで7502という数字がですね、ダヴィンチのまあ死亡。 年としですね、それから5月2日という数字につながったわけです。で、ダヴィンチは67歳の5月2日に、まあ、亡くなった、亡くなったということになるわけですよね。というのはもう、この、この絵そのものがですね、カシナの戦いの、ミケランジョロのカシナの戦いがですね、の絵がですね、ダヴィンチが亡くなる前に描かれているということですからね。ですから、7502に合わせてダヴィンチが死んだということになるわけです。 逆だったらね、例えばこの絵がダヴィンチの死んだ後に描かれたとしらば、ミケランジェロはダヴィンチの死亡日に合わせてその数字を書いたということにも考えられるわけですけども。 そうではなくて、この絵そのものがですね、ダヴィンチが死ぬ前に書かれていたということになりますと、7502に合わせて、ダヴィンチが、まあ、あの、自分の死亡日を設定した、あらかじめ設定したというふうに、ま、考えられるということですが、しかしこれだけではまだ十分じゃありませんよね。で、7502の他にですね、まだ数字がありますね。一番右の方は私、これ初め1と読んだんですけどもね、7750、まあ、7か1かなというふうに読んでたんですけども、7502、して一番右の方にも7がありますね。そして、775027という数字が浮かんできたわけですね。この この775027の意味をですね、まあ、ある方が調べてくださいまして、777はチーザスである、イエスである、号令はあ復活、それから27は失聖書という意味だということを教えてくださいました。と,ということになりますと、この、まあ、775027を、まあ、どういうふうにあとはね、組み合わせて解釈するかですけども、イエス、 丸復活聖書。ですから聖書によりイエスは復活したというふうに取れるわけです。その775027を取ってダ、ダヴィンチが自分の死亡日とした。ならち、まあ、あの、あらかじめ752を取って、その意味はですね、私は実はイエスだったんだよということを、そのまあ数字の中にまあ織り込んだということになるわけです。もう一度繰り返しますと、ダヴィンチは、えー 67歳の5月ですね。5月に、日に亡くなっていると。だから752が浮かんでいくる。その752という数字をですね、アーカルジメソのミケランジェロは、まあその死亡日とは、 なるとは思ってなかったんだろうと思うんですけども、その775027という数字をですね、なあちイエスは聖書により復活して、そのステその右端にいるのがダヴィンチである。ダヴィンチを、まあ王冠をかぶったダヴィンチを描いたということになるわけです。あイエス、いわいわゆるまあ、ダヴィンチがイエスであり、イエス,、まあ、ダビイエスがダヴィンチとして復活したと。そういうことを聖書に,、まあ、聖書によってそういうことが、まあ、予言されたように復活したんだということを、ミケランジュラはこの会心の戦いの中で、まあ、表現したということになります。まあ、これで謎が解けました。 そして、まあ、その77502ならどこから来たかというと、今言いましたように、ミ、えー、ケランジュラは当初はイエス復活聖書そう、その絵を見てですね、ダヴィンチが750、752を取って、自分の死亡、あらかじめですね、死亡日として、その日に死んだことにしたというふうに考えられるわけです。で、これがダヴィンチですよね。 で、これがアンギャリーの戦いですけども、この、もう一度見ていただきますと、この、これは、あの、森本悟志さんって方がね、この絵を見て、まあ、いろんな絵が隠されてるんですけども、こうした絵も隠されているよということで、教えてくださったものです。この頭のこの円形がですね、逆さまにしますと、これが、ハロー、氷になるっていうわけですね。そして、その、この人物の、まあ、向かって右、左手にはですね、手の甲には成功があります。 中部かご覧ください。これは、それによってこの人物がイエスであることを示しているわけです。で、まあ、血のように見せかけてます。これは、まあ、核性ですね。このアンギャリの戦いの中には、私が発見しただけでも十数個のし絵が、あの、隠されています。そして、この手の甲,手の甲にはあの、あの、あな、あいわゆる、聖痕があります。なあち、この人物はイエスであり、まあ、あの、イエスがまさにね、馬に踏みつけられて、真対応と、真、真、真、まあ、まさに、まあ、まあまあまあ 死に、死の、死に対応ってのもおかしいですけどね、生きてますからね、なんて言ったらいいんでしょうか。ともかく、ま、あの死、死にそうな状態を描いたということになるわけですね。そして、手の甲には成功が残っているということです。このような形で、ダヴィンチはアンギャリの戦いの中で、これはイエスであり、イエスはまさに死ぬところですよ、ということを、まあ、私たちに、まあ、メッセージとして残した、残したということになります。で、結論ということになりますけれども、その前にもう一回の、あの、知っておいていただきたいのは、これがあダヴィンチの、まあ、捏造された、あ 画像ですここに今4人の、まあ、人物像を紹介しますけど、これはみんな、あの、ダヴィンチ自身ですね。まあいわゆるまあ、比較して、まあ、細かいところを精査していただくとわかりますように、違いがないという点で同じ人物だということなんですよ。あの、こうした、あの、まあ、顔というのはそういうものなんですよね。あの、それぞれ表情を見る角度。 年によっても違いますからね。ですから、まあ、あの、違いがないという点で同じということに判断し、していきます。まあ、上と右のダヴィンチの絵は似てますね。で、下がダヴィンチの実像。真ん中の下がダビンチの実像と判断してます。というのは、この絵だけはですね、他の人物と一緒に、まあ、描かれているという点ですよね。なち、まあ、まあ、3D モデリング方式ではできないということです。そして、まあ、ダヴィンチの特徴をみんな この後にもう一回その同じことを繋げておきますから、またよろしかったらご覧になってください。そちらの方で詳しく説明いたします。いわゆる鋭い目つき、三白岩ですね。それから、わシバーナー、それから、あの、割れた顎ですね。まあそういったことです。これがまあ、左上、左にいるのがダヴィンチということになります。で、このダヴィンチがですね、その、まは いわゆる、まあ、ミケランジェロのカシナの戦いの右下に書かれている。そして、その、ダヴィンチは足の皮をベロッと吐いている。そして、まあ、あの、頭には王冠をつけているということになるわけです。まあ、左に王冠をつけている、まあダ、ダヴィンチの絵を皆さんに見ていただきますけど、やっぱり同じなんですね。あのー、 いわゆるまあ角度も同じですし、この耳が特に注意していただきたいと思うんですね。耳というのは非常に個人差の大きい部位でしてね。そして、あの、同じように書かれているこう、まあ、小さな小耳って言いますかね。耳タブのない耳。それから、あの、この耳にしてのこのコブがありますね。これもダヴィンチの特徴です。そして、まあ、あの、顎が二つに乗られている歯並びの悪い歯、大きな口。それから、鋭い目。それから、あの、細い眉毛ですね。そういったところにダヴィンチの特徴があるということです。なあ、これら二人は同じ人物。なあ、右がダヴィンチですから、左もダヴィンチということになっていくわけです。こうして繋がっていくわけです。 ですね。で、その左の、まあ、ダヴィンチの顔がですね、先ほど言いました、カシノの戦いの右下に書かれて、しかも繰り返しになりますけども、王冠、王冠と言いますかね、あの、花をかむって、すなわち、この中の、いわゆるレプタリアンの群像と私は呼んでますけども、レプタリアンの群像の中の王、いわゆるキングであることをこのような形で、ミケランジェロは表現したというふうに私は判断しています。もう一度これ見てくださいね。あ,のあ体がですね、ボコボコのいわゆるレプタリアン独,独特のですね、コブだらけの、 人間ですね。これはあの人体の美を追求した絵ではありませんよ。で、結論ということになります。これがあの、ピエロ・ソル・ソデリーニですね。で、この、まあ、大物の政治家が宮殿の壁画を飾ってくれると、まあ、あの、二人の画家に依頼したと。 そして、二人の画家がそれぞれスケッチ画を残したということですね。しかしまあ、ダヴィンチとミケランジョロがね、背中を合わせに絵を描くなんてことはあり得ないわけですからね。ダヴィンチがそれを許さなかっただろうと思いますね。まあ実際その壁画は両方とも完成していませんね。ですから、まあスケッチ画しか現在見ることはできませんけども、そのスケッチ画に基づいてこの壁画を描こうとしたわけですね。まあ左か右かわかりませんけども、たまたま私はまあ左の方にアンゲルの戦い、右の方にカシナの戦いの絵を並べていました。このような形で、ね、もし完成してるわけですよ。こんなことになったわけですけども、 ででは絵を描かかない人でしたからね,描いてませんねあの全部、まあ、コンピューター、グラフィックスのようなね、高度な機器を使って書いていましたから、まあ、こうして背中合わせにペン、筆を持ってね、絵を描くなどということはありえなかったわけですし、またね、立場上ありえなかっただろうと思います。それについてはまたおいおい説明していきますけども、ともかくもこの中に775027という数字が書き込んであったと。でそれはイエス、復活、聖書という意味であると。そしてその75、その2を取ってダ、ダヴィンチは自分の死亡日を描いたわけですね。 ああ、とうとう、私の正体を、あの、ミケランジョロに見抜かれてしまったか、仕方ないな。マリアともうまくいってないし、長解しすぎたようだ。だったら、67歳の5月2日に死んだことにして、まあ、ここから去るか、というふうにダ、ダヴィンチが考えた、ということになります。少なくとも、67歳の5月2日にダ、ダヴィンチは死んでいない。イコール、現在の今も、この世界のどこかに、 生きている可能性が大変高いということになります。いかがでしたか Bye for now. Here in this video, It's my pleasure that I, Hiroshi Hayashi, can explain about a very important message from Michelangelo Bonannotti, a message hidden in the sketch of the Battle of Cascina, in which we can read that Leonardo did not die on the day of May the second in 1519, and Leonardo himself was Jesus Christ after 1500 years. His death state was concocted with this message by Leonardo da Vinci himself. カッシナの戦いの絵は、もともとは壁画として描かれる予定のものでした。ダヴィンチの描いたアンギャリーの戦いの反対側の壁に描かれる予定だったと言われています。が、その壁画は描かれることはありませんでした。 現在、私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵は、そのスケッチ画ということになります。ミケランジェロの弟子がそのスケッチ画を正確に模写していました。そのカッシナの戦いの中には、ダヴィンチの秘密に関する重大なメッセージが隠し文字として書かれていました。えつまり、ダヴィンチは1500年後のイエスであり、また少なくともダヴィンチは一般に言われているように、 1519年の5月2日、67歳で死んではいませんでした。その死亡年月日は、ダヴィンチ自身によって捏造されたものです。つまり、まだ生きているということになります。ダヴィンチは1500年後のイエスでした。そして、1519年の5月2日には死んでいませんでした。つまり、イエスはまだ生きているということになります。広し林市、浜松セティジャパン。 元々はですね、カッシナの戦いの絵はですね、パラゾベッキオにありますサロンディ・シンクエ・セントの壁画として描かれる予定のものだったようです。で、ミケランジェロがそのスケッチ画を描いたわけですけども、弟子の一人がそのスケッチ画をコピーしていました。現在私たちがカッシナの戦いと呼んでいる絵は、そのコピーした絵ということになります。まあ、これがそのカッシナの 戦いの絵ですけれども、ここに中心にいるのがダヴィンチ自身です。足の皮をベローッと剥いでいます。靴下を剥いているわけではありませんよ。で、ミケランジョルです。えー、ミケランジョルの書いた右下がッシナの戦いです。で、その前に、話を進める前に、一つ大変重要なことを皆さんに話しておかねばなりません。これが、まあ、私たちが知っているダヴィンチの自画像ということになります。ダヴィンチは生涯において、 たった一枚しか肖像画を残さなかったと言われてますけども、実はその逆で、彼の描いた絵のほとんどが自分をモデルにして描いたものだということです。まあ、どこかで説明しましたけども、3D モデリングまあ方式ですね。現在私たちは言う 3D モデリング方式で、まあ、いろんな絵を描いていました。ここに紹介する4人も全てリオノルド・ダ・ヴィンチです。えー、4人とも、 ま、共通してですね、同じ特徴を持っています。そして、比較してみると分かりますように、違いがないという点で、同一人物だというふうに、林博士は判断しました。この説明も、この続くビデオの中でしますので、えー、興味のある方はどうかそちらでご覧になってください。要するに、今言いましたように、まあ、似てる、似てないというレベルではなくて、違いがないという点で、同一人物と判断しました。まあ、まあ、大きなってますか、鍵花。 それから、頬の下のコブ、耳の下にも多くのコブがありますね。それから、頬骨。それから、歯並びの悪い歯。それから、あの、細い眉毛。などが、まあ、リオネル・ダ・ヴィンチの特徴です。そうした特徴を皆持っています。で、特に、中央下のこの人物に注意していただきたいと思います。これが、リオネル・ダ・ヴィンチの私は素顔だと思います。というのは、周りに人がいますから、これは 3D モデリング方式ではできない絵なんですね。ですから、これが、リオネル・ダ・ヴィンチの真の顔ということになります。で、 この絵の中に、そのリオナルド・ダヴィンチがいますけども、まカ、あ、シの戦いですね。ここにいるのがリオナルド・ダヴィンチです。まあ、先ほど言いましたように、足の皮をベローッと剥いでいます。そして頭には王冠をつけている点にも注意してくださいね。そして反転して、もう一度、まあ、比較してみます。右が、先ほど言いましたように、リオナルド・ダヴィンチの素顔。 ということになります。そして比べてみますと、やはり違いがないという点で、これら両者は同じ人物なうち、左の人物はレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。ポーズも同じですね。で、まあ、これが、あの、もともとは、ミケランジェの書いたスケッチ画のコピーであるという点に注意してください。そして小さな耳ですね。耳というのはですね、個人差が大きいものですから、このように塗るということは大変、まあ、あり得ないということが珍しいことですね。大骨。それから小さな小鼻。 それから、あの、わしばですね。大きな口。それから、顎が2つに割れてますね。まあ、そういったところを、まあ、注意してみてください。なわち、左の人物は、レオナルド・ダヴィンチということになっていくわけです。まあ、これはもともとの絵ですけども、もう一度、まあ、ここで比較しています。今日の、まあ、重要なポイントということになりますから、皆さんにもぜひ確認しておいていただきたいと思います。で、冒頭の動画の中で見せました、まあ、ダヴィンチが左ということになります。 そして反転して比べてみますと、やはり同じっても、当然同じですけどもね。まあこうしたコピーが残っているということですね。そして比べてみますと、こ,これら両者は同じ。なじ、ち、右がレオナルド・ダ・ヴィンチですから、左もレオナルド・ダ・ヴィンチということになります。チューブかご覧ください。そして皆さん自身で納得していただきたいと思います。まあ。 あの、ダヴィンチの特徴っていうのは、あの、まあ、私たち知っているジンガ像にはその特徴みんな、はみんな持ってますけどもね。あの、もともとは同一の一つのモデルから作られた、まあ、ジンガ像といいますか、枝ということになります。なあち、繰り返しになりますけど、みんなリオナルド・ダヴィンチですから、左もリオナルド・ダヴィンチということになります。そして、このダヴィンチの頭を見ていただきたいと思いますけども、冠を被って、その冠には花がついています。 まこういう形でですね、えー、ミケランジェロはこの人物がレオナルド・ダ・ヴィンチであり、そしてこれの、まあ、私がレプタリアンの群像と呼んでいる、この群像の中の王者、すなわち、まあ、キングであることを示しています。すなわち、レオナルド・ダ・ヴィンチが、えー、王者ということになるわけですね。ここが重要なポイントですから、しっかりと確認しておいてください。まあ、こうした絵、そしてこの、 レプターレの群像の中の人間はみんなボコボコとコブがついていて背中にヒレのある人、それから皮を生えている人が2、3人います。なあち、まあ少なくとも人間ではないということですね。そして隠し文字の話をしたいと思います。まあこれ一文字とも言うんですけどもね、人間のまあ体でですね、文字や数字を表すというわけです。これは love、すなわち love を意味しています。同じようにこの中に隠し文字、すなわち数字が仕込まれています。 ま、これを発見したとき、私は本当に震えました。757ですね。そしてここに5が隠れています。そして0ということになります。中部からご覧ください。2ですね。えー、一文字です。で、7502という数字に注意してください。上には、イボットといって、ボスニア語で生きているという意味が隠し込まれています。それについてのビデオはこの後に繋げておきます。7502ですね。まあ、今日、今は750に注意してください。 で、750に注意して、この数字を並べていますと、えー、ダヴィンチの死亡日と一致します。リオナルド・ダヴィンチは67歳の5月2日に死んだことになっています。なじ、ち、この日に合わせてダ、ダヴィンチは自分の死亡日を捏造したということになります。と言いますとね、まあ、この絵を描いたのが、あと、 ダビンチは死んだ後でことになりますと、ミケランジョロナはそれをしていて、この中に囲んだというふうにも取れますが、そう判断なのはちょっと待ってくださいね。要するに、レオナルダ・ヴィンチは、ここにも書きましたように、5月の8日、のな5番目の月の,、えー、の 2, 2日に亡くなっている。67歳。ですから、67歳で5月2日に亡くなっているということになってますね。皆さんの、まあ、ご存知の死亡日と一致します。が、しかし、この死亡日も実は捏造されているということになるわけです。 でさらに、この隠し文字を読んでみますと、さらに両側に7という数字があるのがわかります。まあ、それに、この775027の意味をですね、調べてくださった方がいらっしゃいます。アタムさんという方ですけども、775027の数字の意味,意味をですね、調べてくださったところ、77はイエスの代名詞です。 五零は復活の代名詞です。そして二七は聖書の代名詞ということが分かりました。まあこのように、まあキリスト教徒たちはですね、数字によって言葉を表していました。ならち、イエスは聖書に従えば復活するという意味になります。ならち、この日に合わせてダヴィンチは自分の死亡日を設定したということになります。ならち、ミケランジェロの後で七五零二を書き込んだのではなくて、あらかじめ、まあ、 ダヴィンチは自分の死んだ年、67歳の5月2日に、というのは、もともとは、イエス、聖書によるイエスの復活ということを、その中に、まあ自分の死亡日の中に織り込んだということになります。なあち、ダヴィンチは1500年後の自らイエスであったということを、このような形で告白したということになります。そして、その日に合わせて、67歳の5月2日に、まあこの世を去ったことにしたわけです。なあち、ダヴィンチはこの日には死んでいないということになります。少なくともね。 と同時に、えー、ダヴィンチは1500年後のイエスということになりますから、今、現在に今も生きているということになります。もう一度、このカシナの、えー、絵を見ていただきたいと思います。これは、えー、1542年に、まあ、コピーされたものということになっています。で、このカシナの戦いについていろいろな説明がなされていますけれども、まあ、それはそれとしておく、おかねばならないと思います。まあ、これがカシナの戦いですね。 で、AKR428B さんからこのようなメールをいただきました。まあ、このようなね、まあ、番組があって、このカシナの戦いについていろいろと説明されていたと、まあ、報告してくださいました。まあ、一般にはこのように理解され、説明されています。えー、どうかお読みください。 もともとカッシ,シナの戦いというのはですね、えー、ダヴィンチが予定していました、えー、アンギャリの戦いの、まあ、反対側の、まあ、向かってね、反対側の壁画として、えー、描かれる予定のもとだったようです。ならち、えー、ダヴィンチがアンギャリの戦いを描き、えー、ミケランジェロがカッシナの戦いを描く予定だったようですね。まあ、がしかし、このカッシナの戦いの絵はですね、まあ、ミケランジェロを妬んだ人によって、まああの もともとのスケッチ側ですね、破壊されたというふうに、まあ、あの言われています。で、まあ、このような説明が、えー、テレビの方で、まあ、NHK の方で、えー、説明されていたというふうにね、まああの、メモをして報告してくださいました。一般的にはこのように説明されているということです。 でそっくり同じことがウィキペデダーの英語版の方にも書かれていました。偶然の1と思われます。まあ興味ある方はその都度ポーズして読んでみてください。まあ要するに林博の説とは全く違うということですね。 もちろん、隠し文字、discovered by 林博士です。で、結論ということになりますけども、順に並べて考えてみたいと思います。上のカシナの右下に書かれているのは、これはレオナルド・ダヴィンチ自身であるということです。そして頭には王冠をつけています。なあち、このレプタリアンの群像の中の蝶ということになります。なあち、ダヴィンチがその蝶であったということを、ミケランジェロはこのような形で示したということになります。 そして、ミケランジェロは、カシラの戦いを通して、そして、7502という数字を織り込み、込みました。なあち、67歳の5月2日に亡くなったダヴィンチのことを意味しています。しかし、その7502はですね、ダヴィンチの死亡日に合わせて、ここに描き込まれたものではなくて、そもそも、775027という数字がですね、復活、イエス、聖書という意味だ、ということがわかりました。 すなわち、その日に合わせて、ダヴィンチ自身が自ら自分の死亡日を決めたということになります。なわち、67歳の5月2日という数字は、ここから生まれた。すなわち、その日に合わせて、ダヴィンチが自分の死亡日を捏造した。すなわち、言い換えますと、ダヴィンチはその日には死んでいないということになります。そして、復活ということを、まあ、 ダ・ヴィンチ自身が意識していたということになりますと、ダ・ヴィンチ自身が1500年後のイエスだよということを、自らがこういう形で、まあ、あの死亡日にを通してです、ね、表現したということになります。 自分の死亡日を通してですね、自分はイエスの復活した姿なんだよということをダヴィンチ自身がこのような形で告白したということになります。ですから、5月2日には死んでいない、少なくとも死んでいないイコール、イエスは死ぬはずはありませんから、現在の今もイエスは生きているということになります。これが私、林博士の結論ということになります。いかがでしたか ?Bye for now. Hiroshi Hayashi will present you a video forum on ancient mysteries and wonders of the world. Today's story starts with a mail from Mr. AKR-4285-san, a mail in which Mr. AKR-4085-san has reported about a program broadcasted on NHK. The program was on the Battle of Kashina, painted by Michelangelo Branotti. My idea is, however, quite different from these ideas mentioned and explained in the program. And here is my answer to the very mysterious painting by Michelangelo Branotti. It is up to you which one of our ideas you take to believe. Mine or Japanese scholars. AKR42853からこんなレポートが届いています. カシーナの戦いについてのものですが、おととい NHK でその絵画が紹介されていたというのです。私が今まで説明してきた解釈とは全く違う内容のものだったようです。AKR4285 さんからのメールをそのまま紹介させていただきますが、その内容はウィキペディア百科事典の英語版そのままであることに驚きました。 その英語版もそのまま紹介しておきますので、興味のある方はどうかお読みください。で、それはともかくも私の説と NHK の説、どちらを信じられるかは皆さん自身の問題ということになります。皆さんご自身でどうか判断してください。続けて私が以前作りましたビデオをそのまま紹介しておきますので、そちらもどうかご覧になってください。で、私の率直な感想です。 私はあのウサギとカメの話のカメということになります。世界がまだ眠っている間に私はこうしてさらに前に進みます。AKR428 五さんからのメールを読み私はそう感じました。AKR428 五さんどうもありがとうございました。ということで今 AKR428 五さんからのメールを皆さんにこうして紹介しています。まあを指差し敵の襲来を告げるもの。 というふうに書いてありますね。そして、まあ、ラタイ彫刻の美を、まあ、追求したものであるというようなことですよね。で、ウィキペディアの英語版の方にも全く同じことが書いてあります。まあ、まあ、さらに言えばですね、英語版の方がさらに詳しいということですね。その前後の、まあ、ことをですね、詳しく説明しています。 まあ、このあたりから同じになってくるんですね。Army was initially taken by surprise. 突然の襲来に驚くと。まあ、そういったこと、内容ですね。そして、サルン、ピサンアタックと。まあ、それにはね、ピサンの攻撃、突然の攻撃でね、えー、そちらの方向を指さしているという表現も次に出てきます。ここですね。Uh, point towards a ピサンポジションと。ピサンの方角を指で示していると。 まあそういった様子を表したもんだ。そしてここにね、naked male figure と。まあ裸のね、まあ人間と言いますか男性の像を、まあこのような形で、えー、ミケランジェロ・プラノティは追求していると。そういうことですよね。まあ続くビデオをどうかご覧になってください。判断なさるのは先ほども言いましたように、あなた自身ということになります。bye for now. thank you